はいどうもこんにちは、850チャンネルのハガーンです。本日の動画は自分が今回作成したファントムというアプリについての紹介と、それの使い方などを説明する動画となっております。今回このファントムというアプリ Android 版をリリースいたしました。このファントムについての使い方やどういう時に使えるかなどの説明をしていこうかなと思います。今日はちょっとそういうこともあり短い動画になると思いますが、このファントムというアプリどういう風な時に使えてどんな風に使うのか、そういうのを軽く説明してから詳しい話をしていこうかなと思います。それではどうぞ。今回作ったアプリ、こちらファントムという名前のものなんですが、フランス語で幽霊とか、虚像とかそういう意味を持つような名前です。今回このファントムというアプリ、なぜ僕が作ったかというと、ドアオブアドベンチャーさんのイベントであるゴーストというラリーイベントで遊ぶためにちょっと自分が作ってみたというアプリになっています。この DOA のゴーストというイベントは、次のポイントはここですよっていう緯度と経度の情報が渡されて、そこに行って、でそこの場所で問題に答えて、また次の場所のGPS ポイントを取得するっていう形で、スタートのところから出てぐるーっといろんなところを回ってきて、またスタート地点に戻るっていうようなイベントになっています。で、この GPS ポイントですが、大半の方は Google マップとかに入れてナビ機能を使ってこう行くっていうのが主流なんですが、もともとの思想としては、その GPS のポイントだけを使っていろんなところを回り道して行けっていうような思想です。以前僕はこんな投稿を見ました。次の GPS ポイントをもらった時に、とりあえずそのポイントを Google マップに入れてみて、どの方角にあるのかを把握してから行きたい道を適当に通っていくっていうような話を見たんですよね。で、これを見た時に、ああ、じゃあ東西南北に何キロ離れてるかっていうのさえ分かれば、とりあえず道通りに行って、あ、ここの道行き止まりになってた、じゃあちょっと元に戻ろうみたいなことで、いろんな発見ができるんじゃないか、そういう風に楽しめるんじゃないかって思って、このアプリを作ったっていう次第です。で、最悪こう道迷った時は Google マップに打ち込めば行きたい場所に行くこともできますし、ちょっとこう遊びの要素も含めて使えるかなというところで、このアプリを作ったっていう次第です。850チャンネルで、今回リリースしたこのファントムというアプリは Android 向けとなっています。自分は Android 機器しか持ってないのと、Mac を持ってないので、ちょ iOS の方は開発ができないので Android だけっていう、ちょっとごく狭い範囲でのリリースになっちゃったんですが、今発売されている Android アプリだったら多分動くと思います。自分は Pixel 7で作ってます。画面は2つだけ、トップ画面と距離の画面ですね。距離の表示する画面のこのラティチュード、ロンチチュードのところに DOA のゴーストで示された緯度、経度の情報を打ち込んで、ゴーストっていうのを押すと、この直線距離で例えば 3.2 キロ、南に 2.5 キロ、西に 1.9 キロっていうようなものが出るようになります。で、これで例えば、あ、じゃあ南西に進めばいいんだね。あ、じゃあ、OK、南西、南の方だったらこっちだみたいな形で、道をつないで順々にいろんなところ行って、この直線距離が何キロ、南に何キロみたいなのがゼロに近づいていけば、その場所に近づいていくっていうようなものになってます。Google マップみたいに本当にビタって、そこに行くってわけじゃなくて、ああでもない、こうでもないって言って、いろいろ自分で迷いながら自分で道を作れるアプリとなってます。使い方はこれだけで、画面も2つしかないし、すごい分かりやすいアプリかなって自分でも思っているので、特に難しいことはないかなと思います。これさっきのアプリだけじゃ方角って分かんなくね、いや俺方位磁針持ってねえよって方いらっしゃいますよね。そういう方はこのコンパスのアプリを使って、コンパスを画面上に表示させることで、対応が可能です。こちらのコンパスのアプリ、概要欄に貼っておくんですが、こちらのアプリはピクチャーインピクチャーモードを採用しています。このピクチャーインピクチャーモードを使えば他のアプリの上でコンパスを見ることができます。なのでこれを応用してファントムの画面の上にこのコンパスを
やって、あ、じゃあ南東だからこっちだねとか、そういうふうに、見ながら進むことができます。こういうふうにやっていけば、自分がどの方向に進めばいいかっていうのが一目でわかりますし、自分はこれで実際に何箇所かのポイントに行ってみて目的地につけることは確認しています。ここら辺のそのコンパスの扱い方とかは、まあ、自分の、お好きなようにやっていただいていいんですが、まあ、こんな感じで遊ぶことができます。このアプリは縦方向にも横方向にも、画面の回転ができます。画面を横方向に回転すると、まあ、こんな感じになります。こっちの方が横幅いっぱいに表示されるんで、まあ、見やすいかなと思うんですが、こちらは皆さんのバイクなり車なり自転車なりに取り付ける方法に従ってやってみてください。850チャンネルというわけで、今回は自分の作成したファントムの使い方を解説する動画でした。次回はこのファントムを使ってゴーストに実際に出てみるっていうようなことをやってこようかなと思います。このアプリはなんか自分の趣味としてアプリ開発とかをいろいろできたのかなと思います。インストールもすごいすぐできると思うので、まあぜひこれをやってみて、実際にゴーストで楽しんでいただいたり、まあ、別のイベントで利用していただいたり、まあ、普段のツーリングでも、まあ、利用していただければなと思います。というわけで今回はそのファントムの解説動画でした。ご視聴ありがとうございました。実際にインストールして使ってみたよとか、こういうところをもうちょっと直してほしいなとか、そういうのがありましたら、まあ、コメント欄の方とかに、どしどしご要望とお願いします。というわけで今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。